27日土曜日の全国の天気をお伝えします。広い範囲で晴れる予想です。まずは予想天気図です。高気圧圏内となるため北海道から九州にかけて広く日差しが届きます。ただゆっくりと天気は下り坂、西から低気圧や前線が近づくため九州では日付の変わる頃に雨の降る可能性があります。では天気の分布予想です。朝から晴れるところがほとんどです。東北地方は雲が多めですが雨の心配はありません。その後午後にかけても各地で穏やかなお天気となりそうです。ただゆっくりと西日本では雲が増えていきます。九州では夕方以降特に曇り感が強く、夜になると五島列島や対馬で雨が降り始めそうです。日付の変わる頃には福岡なども雨の降る可能性があるためお帰りの遅い方は雨具をお持ちください。続いて気温の予想です。朝はやはり冷えそうです。特に北海道では氷点下となるところもありそうです。ただその後昼間にかけて気温はぐんぐん上がっていきます。昼間は日差しの暖かさを感じることができそうです。西日本から東日本では最高気温が20度前後の予想、また北日本でも10度前後と高めとなりそうです。1日の寒暖差に気をつけてお過ごしください。以上、土曜日のお天気でした。